やっぱり毎年来とるこれ。この時はこの方がここまで来ました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。バビット前に行きそうです。バビット先手を取りました。その外からエルトンバローズ並んで、11番フェーングロッテン、内からはアドマイヤハダル、その外にユガウィンカーネリアン、その内に続いています。オレンジの帽子バラジ、その後ろ内からはエーヤン、すぐ後ろにシュネルマイスター、その隣にキングストンボーイ、この集団にソングライン、これに続くのがノースザワールド、最後方にジャスティンカフェ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から大景気を通過していきます。前はラビット、2番手はフェーングロッテン、間を挟んでシュネルマイスター、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ラビット先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。シュネルマイスター足色は十分、前に迫れるか。200を切った。シュネルマイスター追い上げてきた。シュネルマイスター抜けた。2番手はラビット、先頭はシュネルマイスター、1着でゴール。2着にはどうやらジャスティンカフェ、3着にラビット、勝ったのはシュネルマイスター。このレースを制したのはシュネルマイスター。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を舞うのはどの馬でしょうか。ラビット前に行きそうです。ラビット先手を取りました。デュガその内に続いています。内からはアドマイヤハダル、並んで4番エーヤン、この集団にエルトンバローズ、その外からバラジ、ピンクの帽子ウィンカーネリアン、その後ろ内からはフェーングロッテン、キングストンボーイ、それに続いています。その隣にシュネルマイスター、ここにつけたのがジャスティンカフェ、ノースザワールド、すぐ後ろしんがりからソングライン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ。前の方からもう一度12番ラビット、依然として先頭、大景気を通過していきます。前はラビット、バラジ、ほとんど差がありません。アドマイヤハダル3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラビット先頭、その差は2馬身から3馬身デュガ足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。内からジャスティンカフェ、残り 200m を通過して、ラビット意地を見せる、前に迫るシュネルマイスター、先頭を伺う勢い。ラビット先頭だ。ラビットゴール。2着はシュネルマイスター、3着にジャスティンカフェ、勝ったのはラビット。このレースを制したのはラビット。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ラビット前に行きそうです。ラビット先手を取りました。内からはエルトンバローズ、並んで8番フェーングロッテン、ウィンカーネリアン、その内に続いています。その隣にアドマイヤハダル、その外にエーヤン、内からはバラジ、ユガ、それに続きます。内からはソングライン、ピンクの帽子シュネルマイスター、その後ろここにキングストンボーイ、ノースザワールド、それに続いています。しんがりからジャスティンカフェ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として9番ラビット、エルトンバローズ、ほとんど差がありません。間を挟んでバラジ、3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ラビット先頭、その差は2馬身から3馬身シュネルマイスター、手応えは悪くない。ラビット先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。残り 200m、 ラビット粘る、シュネルマイスター抜けた。2番手はラビット、シュネルマイスターゴール。2着はラビット、3着にジャスティンカフェ、勝ったのはシュネルマイスター。このレースを制したのはシュネルマイスター。